皆さんこんにちは、かずえちゃんです。ともちゃんです。はい、今日はね、もうすぐね、あのオフ会があるんですけれども、今日はそのオフ会で、あのなんかね、皆さんにお渡ししたいなと思ったので、今日はともちゃんにクッキーを教えてもらって、クッキーを作っていこうと思います。はい、はい、で、なんか結構簡単に簡単かずえちゃんより簡単でした。はい、よかったよかった、うん、簡単にできるね、クッキーをね、今日は教えてもらおうと思うので、まあ材料はね、ともちゃんにちょっと紹介してもらいます。はい、はい、お願いします。じゃあ始めます。はい、もういく？いこう、はい、はいはい、小麦粉、はい、アーモンドプードル、はい、アーモンドプードル、うん、アーモンドをこう粉々にパウダー状に、ね、うん、したもの、アーモンドパウダーみたいな、アーモンドパウダーでもいいし、アーモンドプードル、まあ呼び方がちょっと、あ、そうね、そうね、あと、きび砂糖、はい、あ、きび砂糖、きび砂糖、塩、塩、ね、お塩少し、へえ、で、あと、今日はシナモンの味をちょっとします。大好き、大好き、はい、入ってます。じゃあ、この中に、もうこれが入ってるってことや、はい、そう、砂糖やら、これ以外ね、はい、あ、オッケーオッケー、うん、こんだけ、あと砂糖、塩、うん、シナモン、はい、で、小麦とか、はい、この4つしか、あ、アーモンドプードル、アーモンドプードル、うん、入ってる、じゃあもうこの粉で今日は作っていくと、はい、で、それをこう振るって混ぜてあります。あ、オッケー、もともちゃん用意してくれてました。かずくんじゃない卵も、うん、あ、そうそうそう、バターもなし、そう、あの植物性のものだけで作ります。卵アレルギーの人も食べれるの、あ、そっかそっかそっか、はい、作ります。その代わりにこの、そう、菜種油で、で、ちょっと生地をまとめて、じゃあその卵とバターの代わりに、うん、まあ、こういう菜種油を使って代用や、代用、あ、うん、そっか、まあでも卵入ってないから、また食感はちょっと、あ、違ってくると、うん、割とこう歯ごたえがある感じになる、うん、オッケー、けどこう噛めば噛むほど美味しいみたいな、うん、オッケーオッケー、じゃあもう早速、はい、はい、作っていきます。はいはい、はい、じゃあまずカズ、はい、やっていきます。まずこれをこの菜種油を入れて、はい、あ、もういけばいい、うん、入れるか、じゃあ、はい、菜種油いきます。はい、入れます。で、この油と粉が均等に混ざるように手でこう、手でいく、軽く、うん、軽くこう、そりゃ手でこうやった方が生地の感覚も分かるし、あ、そっかそっか、触りながらね、均等に、うん、均等にこう、ちょっとこう軽くすりゃ、あの力入れずに、ふわーっと、優しくね、ふわーっと、うん、はい、じゃあほぐれたらお水を入れます。はい、お水入ります。で、あとはもうさっくりと混ぜて、これラップでまとめる、ラップに包んでまとめました。はい、出来上がり、生地出来上がり、はい、出来上がり、あっという間や、あっという間やろ、すごい簡単、10分ぐらいか、こうやって、10分もかかったかな、かからんな、こうやって簡単なの、へー、じゃあはい、次は、はい、この生地を伸ばしていくの、伸ばす、型を、今日はこんな可愛いので、こんな可愛い、あれ見える羊違うか、羊よ、羊やな、羊で型を抜いていきます、はい、抜きます。じゃあ、はい、型抜きます。ここら辺からね、はい、はい、こんな感じです。はい、この上にごまを、はい、ごまかけます。はい、こんな感じで可愛い羊のクッキー出来上がりました。それでは今からこれを焼いていきます。はい、それではオーブン入れます。はい、こんな感じで出来上がりました。出来ました。はい、そしたら、はい、次はこれにアイシング、アイシングかずちゃんにしてもらいます。はい、アイシングでこう字書いていきます。はい、
はい、出来上がりました。今日はね、こんな可愛いクッキーが出来上がりました。どうでしたか？もう、楽で楽しかった。簡単に、めっちゃうまいよ。そう、かずえちゃんデザイン家なんです、うん、あ、嘘。そうなので、こういうちょっと内職っぽい細かいのがすごい好きなので、うまくできた。出来上がりました、うん、オフ会に来られる方、これ50個ぐらい作りましたので、うん、お渡ししますのでね、5日の日気をつけてきてください。はい、ともちゃんと待ってます。あと、きっと、はい、まさみもいますのでね、はい、気をつけてきてください。はい、ということで、はい、今日の動画はこれでおしまいです。それではね、皆さん、またね、また見てね。バイバイ。